アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速ホーキンサ少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年7月7日七夕、場所は神戸王子スタジアムです。本日これより第2回日韓親善試合、エクスーリーロイフォートエールズ対韓国ソウルバイキングスの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちまして4年なくその試合前のウォームアップに入っております。その両チームを簡単にご紹介させていただこうと思います。まずは本日メインスタンド側に陣取っておりますのがホストチームとなります、日本にありますエクスウエスト在籍のリードエフォートエールズです。創部2019年と非常に若くありますが、しかし多くの方々の支援を受けまして、さっきX2 昇格を果たしました新進系のチームです。応援し応援されるチームに、さまざまなスポンサーの方、ファンの皆様、そして関わる皆様の方々にエールズに出会えてよかったと思っていただけるチーム作りをし、そして会社挙げてのミッションとして出会えてよかったをクリエイトするということを体現したいと考えているチームです。さまざまな困難乗り越えながら少数精鋭に現在ありますが、しかし奮闘目覚ましく X2 に根拠に参戦しておりますリードフォートエールズが今回の対戦相手の一角となっております。そしてこれに対する格好で、この日本国内に本日入ってまいりましたのが韓国リーグの強豪チームにありますソウルバイキングスです。韓国リーグにあります社会人チーム数チームによって編成されますリーグ戦においてキムチボールを2度制覇し、さらに、ボールゲームを制覇する強豪の一角としてチーム奮闘をしております。昨シーズンは若干苦しい時期にあったようですが、しかし今シーズンさらになる補強を図りまして、40人から50人にわたる大所帯を組み直し、今季こそ再度その頂点の位置に目覚まし、挑まんとしておりますソウルバイキングスが本日の対戦相手となります。ソウルバイキングスは、エールズ創始者であります山下氏が、当時の、富士ゼロックス・ジェイスターズにありました当時から親交がありました。その当時にも数度、日本においてボールゲームとしてこの交流試合が行われておりましたが、コロナ禍により一旦これが途絶え、また、ジェイスターズも体制変わりまして人員を大きく変わり一旦は途絶える形になっておりました。しかしそれが持ち直しまして、その当時の首相でありました山下が、新生立ち上げましたリードエフォートエールズにおいてそれを復活し、今回がその2回目となります。互いにこのアメリカンフットボールを持って自分たちのその存在を誇示せんとする両友、この七夕非常に梅雨時にありながら非常に暑いという状況にある7月の七夕の日にその開催を催す形になりました。それを祝うかのようにこの梅雨の最中、7月7日の神戸王子スタジアムは信じられないほど快晴という形になりました。この両チームを迎えるかのような快晴になります。ただそのため日差しが非常に厳しく、その高熱対策も両者問われる形になるでしょう。その中で果たしてどのような形でこの熱戦を両友演じる形になるでしょうか。まもなくその両チームによりますオープニングセレモニーが行われます。
YouTube にてこの試合をご覧いただいている皆様、非常にありがとうございます。早速韓国の方々から様々な応援メッセージが入っております。残念ながら私の方は韓国語を達んでおりませんので、そのメッセージの内容が把握できず誠に申し訳ございません。しかし皆様ぜひこの国際交流戦お楽しみください。 Let's enjoy the game. Let's enjoy football.さあそのソウルバイキングス入ります花道を、日本にあります横川女子大学のさまざまなチアリーダーによりまして飾られております。チアリーダーによりましてその入場ゲートが作成されました。まもなく、ソウルバイキングスの入場となります。ゲートインバイキングスソウルバイキングスの入場です。ソウルバイキングス入場しましてこれを迎え撃つ形でホストチームでありますリードイ・フォート・エルズがこれより入場してまいります。挑戦です。そのカーティーとしまして韓国の強敵をお迎えします。さあこの一戦勝利しまして X2 にその名を届く形になるでしょうか。リーダーフォートエルスゲットイン。
両チームによりますオープニングセレモニーが行われました。審判団により両チーム首脳陣招かれまして、これより試合開始となります。令和6年7月7日、場所は神戸王子スタジアムにて、2024日韓親善試合交流戦、リードフォートエールズ対ソウルバイキングス戦はまもなく行います。試合開始12時キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスが行われます。なお本日のコイントスはこの試合を祝しまして、この大会のメインスポンサーであります WBP グループ株式会社五十嵐社長様に行っていただきます。ソウルバイキングスキックオフ、リードフォートエールズリターンで試合が始まります。五十嵐社長様、コイントスありがとうございました。ぜひ皆様盛大な拍手をお願い申し上げます。進行の場とけまして、これより戦闘の場に変わります。両チーム最大で激を飛ばします。試合開始です。ゲームスタート。まずキックオフはソウルバイキングスによって行われます。
キックオフします。ソウルウェイビジネススキッカーはナンバー52、イ・ジュンキ。対しましてエールズにはリターナーを2枚配置する模様です。リターナーには17番、そして、番号がちょっと確認漏れておりますが、0番が配置された模様です。0番は岸田、17番は福山。岸田は龍谷大学出身、福山は近畿大学出身です。ナイスリターン。リターナー17番、キックオフのリターンを左サイドラインにある選択。この判断コースをしまして、ハーフウェイ付近まで返して、この位置からリードエフォートエルズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはリードフォートエールズ、ボールオン自陣49ヤードからファーストダウン10、ボールオン49、ファーストダウン10。ソウバイキンスナイスディフェンス、まず中央のランプレーを選択しました。しかしこれをバイキンス83ナイスタックル、これによってノーゲイン、セカンドダウンに変わります。結果的に獲得距離なくセカンドダウンに変わります。見事なタックルをしましたのはソウルバイキングスナンバー83イースサンヒョン。リードフォートエールズセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離10ヤード。ラニバック34番ハンドホーク受けて、今度は左を越えられダンプレー、このチョイスが正解しまして攻撃権更新です。リードフォートエルズファースター見事なランで、この状況を打開しましたのはリードフォートエルズ34番八木、近畿大学出身。さあ攻撃権はリセットされ1回目になりました。ボールの位置は相手陣地41ヤードにあります。この位置からリードフォートエルズファーストダウン10、1回目の攻撃に戻ります。攻撃権更新必要、距離10ヤード。さあ抜けた、前が空いている、追いつかない、タッチダウン。ここで三度ランプレーを投入、今度は中央のランプレー、34番相手タックル弾き飛ばしてそのまま独走、一気にエンドゾーンへ駆け抜けてタッチダウン。リードフォートエールズ34番八木のランによりまして先制となります。タッチダウンを上げる形になり6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ7点、ソウバイキングス0点。まずリードエフォートエールズがランプレーによりまして先制のタッチダウンを上げる形に成功しております。アメリカンフットボールは得点パターン大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに追加となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される実殺点セーフティーの2点です。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなり、
この足し算によって駆け引きされ勝敗が決する形になっております。そして試合は先ほど得点を挙げたリードインフォートエールズのキックオフで再開します。アメリカンフットボールはラビと違い得点を挙げた側のキックオフで再開します。さあそれをソーバイキングスリターン、このリターン自陣25ヤード付近で倒され、この位置からの攻撃と変わります。今度はソウルバイキングスに攻撃変わります。オフェンスソウルバイキングス、さあ今度は反撃に入る形になります。ソウルバイキングスボールは自陣25ヤードから75ヤードのドライブを挑戦いたします。得点を許しましただけにここでなんとか同点に追いつきたいという状況からの攻撃になります。ボールオン35ソーバーキングスファーストアウト10ナイスラン、ランニングバック45インサイドランラントゥーミルゲインフィゲイン9ヤード、ナイスランしましたのは45番のプレイヤーでした。ソウバイキングセカンドダウン2、チョイスランプレイナンバー44ナイスゲームファースター、ソウバイキングスナンバー44ランチョイスライトチョイスイズライトファースター、プレイヤーズナンバー44ハン・ジェロ、さあソウバイキングスはボールオンを自陣37ヤードにいたしました。ボールオンオン37ソウバイキングスファースターアンテン、さあ中央へのランプレーラントゥーザミドルキャリア44ノーゲインセカンダー、さあこのランプレーによって状況を突破を勝っておりますソウバイキングスがエールズも対応しまして、このランはノーゲインといたしました。ソウバイキングスセカンダーアンテン、プレイチョイスパス、バッドインターセプト、インターセプト、インターセプトナンバー、リードインフォートエールズナンバー0、リードインフォートエールズナンバー0番、岸田のインターセプトにより、攻守交代です、ターンオーバー、攻撃権変わりまして、リードインフォートエールズに変わります。さあ、見事にインターセプト決まりまして、リードインフォートエールズ、相手陣からの攻撃になります。リードエフォートエールズ相手陣31ヤードからファーストアウト10、さあトラブル発生している、判定どうか、コース交代ターンオーバー、ここでエールズランプレーをチョイスしまして、ランニングバックにトスして左奥への展開を図りました。この時にしかしキャリアがボールをファンブル、落としたボールを抑えましたのはソウルバイキングス、従いまして攻守交代です。ターンオーバーによりましてソウルバイキングスオフェンスに変わります。ターンオーバーオフェンスソウルバイキングス、さあここで大きく状況が転換点に入っております。ソウルバイキングス攻撃権取り返し、ボールオン自陣26ヤードからの攻撃に入ります。オン26ソウバイキングスファーストアンテン、
さあまずランプレーから入りました。キャリア23、しかしここでイエローファーブ、ペナルティペナルティが発生しました。フィード上に黄色いウエストを落とされますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらのチームに反則があったか、まもなく審判団からコールされます。お茶の子サイヤ人様、メッセージありがとうございます。そうですね、こんにちは、韓国の方多いですね。そうですね、本日はライブ配信、ネット配信で韓国の方々がご覧いただいている方が多いと思われます。ディフェンスの反則です。ディフェンス側に反則がありまして5ヤード抜体となります。従いましてソウバイキングスは5ヤード前進しましてファーストダウンをやり直しという形になります。ペナルティーリードエフォートエルズ、ソウバイキングスファーストダウン5。ペナルティーオフサイド。さあここでボールがファンブルしているのは、しかしなんとか抑えております。ソウバイキングス左オープンにトスしましてのランプレーを展開し、相手ディフェンスをスイープしようとしましたが、しかしエールズディフェンス対応よくゲインは2ヤードほどにとどまっております。ソウバイキングスセカンダー、さやに様、そちらも暑いと思いますが、体のお気をつけるというメッセージありがとうございます。本日の神戸確かに大変高温です。また梅雨時ということありまして湿度も非常に高くあります。この点を鑑みて両チームが果たして試合を展開できるかが注目といったところですが、コールを聞きそび入れておりましたが、現在ウォーターブレイクが入っております。アメリカンフットボールは審判団の判断によりまして、その試合の天候を鑑み、クォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。本日は先ほども実況いたしました通り、非常に気温高く、また多湿でもあります。熱中症の対策としまして、ここでタイムアウトが入っている模様です。スタンドでご覧いただいている方々も、ぜひこの熱中症対策のため水分を十分に取り、また可能な限り日陰でご観戦いただきますようよろしくお願い申し上げます。またネットでご覧いただいている方々も、ぜひこの高温に耐えられるよう熱中症対策を講じながらご覧いただければ幸いに思います。さあウォーターブレイク解けまして、ゲームリスタート。ソウバイキングスボールオン33セカンドダウン3. Pass incomplete. Soul Vikings play choice pass, but pass incomplete. Sara, 前パス失敗となりました。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃と変わります。従いまして Soul Vikings third down three に状況変わります。Soul Vikings third down three.ディフェンス、クォーターバックチョイススクランブル、しかしこれをエールズ見事に対応しましてフォースダウンに変えます。ここはエールズがディフェンス奮闘しまして、この攻撃をフォースダウンに変えました。ソウバイキングスフォースダウン、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかし陣地挽回を図れます。
さあどこまで陣地押し返せるでしょうか。ここでホイッスル、イエローハート、イエローフラッグが飛びました。ペナルティ発生です。ペナルティーズオフェンス、ディレイオブズゲーム、ペナルティー5ヤード。ソーバイキングスフォースダウン8。このバントはエールズ陣の37ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。テイクオーバーオフェンス、リーライフォートエールズ。さあ今度はエールズの攻撃に変わります。エールズボールオン自陣37ヤードからファーストダウン10。クォーターバック4番、パスを投じると見せかけスクラムディフェンスカバーよく急遽ランプレーに変えました。この判断によりまして約5ヤードほどゲインを獲得しております。見事な判断しまして攻撃を進める形になりました。クォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。エールズセカンドダウン5。クォーターバック4番、左ワイドレシーバー11番にヒッチパス、キャッチアンドランかかりました。しかしこれをナイスタック、ソーバイキングス91、3ヤードロス、3ヤードロス。タックイズナンバー、ソーバイキングス91。エールズサーダン8。パスインコンプリート、ナイスプレッシャー。クォーターバック4番、ディープに走りましたレシーバーにパスを投じようとしましたが、ディフェンスカバーよくパス不成功となっています。これはバイキングス96-83、ナイスプレッシャー。96 is John Donson. 83 is Sanhyo. Here is fourth down 8. ソウバイキングス陣30ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。テイクオーバーオフェンス is ソウバイキングス。さあチアリーダーがスタンドに向かって大きくエールを放っております。攻守変わりまして、これよりソーバイキングスオフェンス。ボールオン29、ソーバイキングス、ファーストダウン10。ひろきさん、メッセージありがとうございます。韓国から暑い中来てくださりありがとうございます。
日韓両チーム頑張ってください、ライブありがとうございますとメッセージありがとう、非常に嬉しく思います。さあ両チーム白熱した一戦を展開しておりますが、現在フィールド上イエローフラッグが出ております。反則があった模様です。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。ペナルティーズオフェンス。オフェンスの反則はイリーガルフォーメーション、不正な体型を取ったという反則です。5人バックスがおりました。オフェンスには様々な条件があり、バックスは4名までと決まっております。5ヤードバッタイシーファーストダウンやり直しです。ソーバーキングスファーストダウン15。パスフォーメーション、しかしこれをエルズ9番が猛追しまして、 QB サークパスを投じる前に仕留め、さらにロスを奪う形に成功いたしました。見事なロスタックル、QB サークを決めましたのはリードエフォードエルズ9番の梅本、近畿大学出身。ダウンサーラン、ダウンサーラン、ソーリーサーラン、パスインコンプリート、プレーチョイスイズパス、バッパスインコンプリート、フォースダウン。ここでパスにより状況を打開図りましたが、しかしこれは通らずフォースダウンに変わります。ソーバーキングスフォースダウンロングパンフォーメーション、シャンク。さあリターンいった、前が出てる、なんとか止まった、しかしナイスプレー。ここでパンタープレッシャーを感じたか、ファントシャンク、ほとんど陣地返せないというショートパントでしたが、このミスをつきましてエールズ一気にここからリターン入りました。相手陣に深く入り込んだところからエールズの攻撃となります。攻守変わりましてテイクオーバー、オフェンスリード、リードフォートエールズ、結果エールズは相手陣17ヤードからの攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード、しかしエンドゾーンまで17ヤードの絶好の位置からの攻撃になります。リードエフォートエールズファーストダウン10。パス不成功、ウォーターロック4番下がりましてパスを投じましたが、しかしここでイエローフラッグが発生しています。ペナルティー、ペナルティーが発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を握ったり掴んだりしてはいけません。10ヤードバッタイシーファーストダウン、やり直しという形に変わります。ペナルティーズホールディングオフェンス、ペナルティー10ヤード、リードエフォートエールズファーストダウン20。
さあパスが通っている、まだ空いている、エンドゾーン入った、タッチダウン。ここでエルズは中央系ファンダワイドレシーバー17番にパス、失礼しました、11番がキャッチ、これを11番キャッチしてからそのままに右に展開しサイドラインを突破、一気に相手タックル振り歩きエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。エールズワイドレシーバー11番井上のパスキャッチによりまして6点追加となっています。そしてトライ4ポイント、ノーグッド、トライ4ポイントは失敗、従いまして6点止まりです。しかしリードインフォードエールズ13点、ソーバイキングス0点、エールズ13、バイキングス0、スコアが変わりましてエールズリードを広げる形に成功しております。序盤からエールズが素晴らしいスピードあふれる攻撃を展開しましてタッチダウンを重ねる形になっております。ソウバイキングとしては何としても状況打開を図りたいところでしょう。このキックオフリターン注目です。エールズキックオフ、バイキングスリターナー8-42 リターン、ゲインテンヤル、ボールオン35ヤードからの攻撃となります。ボールオン35、キャリア42、ナイスリダー。エールズボールオン自陣35ヤードからファーストダウンテイ、プレーチョイスラン、キャリア23、しかしこのランプによる原因はなくノーゲイン、セカンダウンに変わります。ソウバイキングセカンダウン10、ボールオン35、ここで第1クォーター終了です。 The first quarter end、 攻守方向を変えましてこれより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトをポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤となります。第1クォーターはリードエフォートエルスが順調に攻撃を展開し2つタッチダウンを取りまして試合の主導権を握っております。しかし現在ソウバイキングス反撃に入らんと攻撃に挑んでおります。さあそれは攻守の方向を変わります第2クォーターにその転換点が生じるでしょうか。これより第2クォーターに入ります。本当に多くの方々からメッセージをいただいております。日本そして韓国の方々からこのような形でメッセージをいただけることが非常に嬉しく思います。残念な私自身が語学に不得手なものがありまして残念ながらそのハングルの言葉が分からず非常に誠に恐縮ではありますが、メッセージは必ず多くの方々に届きます。そしてチームの方々にもご覧いただきその鼓舞する力になります。ぜひ忌憚なくメッセージをお願い申し上げます。
さあ攻守の方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。ソーバーキングスオン35セカンドダウン10。チョイスラン、キャリアテディスイチョイスライトライトホール、ゲインスイヤモーションからランニングアップ、23番にハンドオフしてのランプレー、ゲイン3ヤード。キャリアナンバーイズテディスイワンヒョンチョ。ソーバイキングサランセブ、スカムキャリア11ゲイン2ヤード、フォースター。ここでチョイスしたのはクォーターバックスカム、ディフェンスカバーよく、クォーターバックその走力で打開を図りましたが、しかしフォースダウンに変わります。キャリアはバイキングス11ナムヒョンク。ソーバーキングス435パンプフォーメーション、ナイスタックル。ここでリターン試みようとしました、エルズ。しかしそのキャッチした一瞬の隙をつきまして、ソーバーキングス44ナイスタックル、テイクオーバー、オフェンスイズエルズ。素晴らしいタックルでした。ナイスタックナンバー44ハン・ジェドク。ナイスタックオーバーハン・ジェドクナンバー44。さあしかし攻撃権変わりまして、エイルズの攻撃に変わります。ボールオン自陣30ヤードからリーレイフォート、エイルズファーストアンテン。まず中央へのランプレーを入れました。ラニバック34番ハンドオフを託されまして、中央突破、約5ヤードのゲインです。見事ゲインを果たしましたのはラニバック34番のヤギです。近畿大学出身、リードホートエーズセカンドダウン5、ボールオン自陣35ヤード。ナイスディフェンス、再び中央へのランプレー。しかしこのナイスタック76 2ヤードロス。タックイズ76チョン・ソンジン。エルズサダン7、
スアップミス、なんとか抑えております。しかし大きくロスしましてフォースダウンに変わります。テールズフォースダウン15パンプフォーメーション、ナイスパン。このパントは大きく陣地を返す形になりまして、バイキングス陣25ヤード付近で攻守交代となります。Take over. Offense is Seoul Vikings. Seoul Vikings. Ball on own 35.ファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。キャリア44、ナイスラン。ラントゥーザミドル、ビッグゲイン、ファーストダウン。キャリアズ。キャリアズナンバー44ハン・ジェルク、ナイスラン。ソウルバイキングスボールオン41ファーストダウン10。Run to the middle again. Gain 4 yards. Carrier 44. Nice gain. Seoul Vikings second and 6. Referee's whistle. Water break.ウォーターブレイク、ここで給水によります熱中症対策のウォーターブレイクが入ります。現在昼過ぎということになりまして、徐々にさらに気温が上がっております。観客の皆様、そしてネットでご覧いただいている方々も、ぜひ熱中症対策十分講じながらこの試合をご観戦くださいますようよろしくお願い申し上げます。さあ、ウォーターブレイクとけまして試合再開となります。ソウバイキングスセカンドダウン6、ボールオン47、キャリア23ゲイン2ヤード、キャリアナンバーは23
ワンヒョンチョウ。So back in Saddam 3. さあここでトラブルがありました。現在その判定を審判団が協議しております。ここでソーバイキングス前半1回目のタイムアウトを取りました。ソーバイキングステイクザタイムアウトファーストタイム。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。ソーバイキングスはここで仕切り直す形でタイムアウトを取りました。先ほどのプレーボールファンブルがありましたが、しかしバイキング抑えましてフォースダウンとなっております。ボールキープバイキングス、フォースダウン1テイクスタイムアウトファーストタイムアウト。So Vikings, fourth down one. Game is restart. さあ、フォーメーション組んだ。フォースダウンキャブ。さあ、この判定どうか。粘ったが、しかしわずかに届いていない。フォースダウンキャブ、インコンプリート。テイクオーバー。オフェンスです。リードホールエルツ。ランニングバック、ここでタックルをかいくぐり、なんとかゲインを図りました。しかしギリギリのところで押し出され、攻撃権更新ならず。4回目の攻撃失敗となりましたので、攻守交代、攻撃権変わりまして、リードフォートエルズに変わります。現在場内実況の方でも英語で実況が加わっております。ちなみに英語実況をしていただいているのは、かつて立命館宇治で光星学園倒しまして日本一になりましたクォーターバック川久保君がやっていただいています。さあエールズ攻守取り返しまして、自陣49ヤードからファーストアウト。さあしかしまずパスプレーから入りました。このパス通りまして約3ヤードゲインとなっています。韓国の方々、そして弘樹様、メッセージありがとうございます。先ほどのワンシーンは非常に見応えあるワンシーンでした。エルズセカンダパス成功、ファーストここでクォーターバック4番プレッシャーしてある中、中央を切り込んだ17番にパス。17番これを倒れ込みながらキャッチしまして、攻撃権更新です。リードフォートエルズファースター見事なパスを投じましたのはクォーターバック4番の信弘、京都工芸繊維大学出身。取りましたのは17番の福山、近畿大学出身です。リードフォートエルズ相手陣39ヤードからファーストダウン10。ナイスゲーム。今度は右に展開していた7番にヒッチパス、そこから7番キャッチアンドラン、乱れたパスをキャッチしまして約6ヤードから7ヤードゲインと変えています。
見事なキャッチアンドランを決めましたのは7番の米津です。米津です。京都教育大学出身。エールズセカンドダウン4。ナイスダウン、ファーストダウン。ラインバック34番オプションプレーのピッチを受けまして右オープン展開。相手のディフェンスの隙間を塗って攻撃権更新です。リードフォードエールズファーストダウン。見事な攻撃権更新を果たしました。ランを決めたのはラインバック34番ヤギです。近畿大学出身。ここでソウバイキングス、タイムアウト前半2回目を取りました。ソウバイキングスTakes a timeout. Second timeout. さあ前半も残り時間1分37秒となっております。この時間内に得点を上げないと現在のフィールドポジション、そしてタイムアウトの残数は全てリセットとなります。言い換えますとバイキングは何としてもこの状況をこの時間内しのぎり切りたいといったところでしょう。さあこの残り時間の攻防ぜひご注目ください。ゲームリスタート。リードフォートエルズファーストダウン10。ボールオン相手陣21ヤード。パスインコンプリート。パス不成功。コータロー君はここで中央切れ込んだ17番にパス。17番ディフェンス振り切ったがしかしパスキャッチできず、フォースダウン、セカンドダウンに変わります。通っていればタッチダウンとなるほどの鮮やかなプレーでした。リードフォードエルズセカンドダウン10。さあパスは通っている。ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック4番左にスプリントアウトからワイドレシーバー11番17番にパスを通しまして攻撃権更新です。リードフォートウェルズファースター。エルズ相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回の攻撃権でタッチダウンを狙います。さあどこまで行くか。タッチダウン。ここでクォーターバック4番左右ロールアウトからディフェンスのカバーを見てスクランブルに転じました。ディフェンスの苦境を突くような形で右オープン展開し、そのまま一気にエンドゾーンに体を飛び込ませてタッチダウン。見事な信弘スクランブルによりましてタッチダウンを上げて6点追加となっています。そしてタッチアウトの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。キックイズグッド。トライフォーポイント成功しましてリードフォートエールズ20点、ソウバイキングス0点とスコアは変わっております。7ポイント
先ほどソウルバイキングス見事な攻撃展開しておりましたが、勝負のフォースダウンを止められ、ここで一瞬の気の緩みを突かれまして攻撃を展開されて、エールズ見事タッチダウンを重ねる形にし、リードを広げる形になっております。さあ前半残り時間残り40秒という状況ですが、この時間をかけまして、ソウルバイキングスどのように反撃に入るでしょうか。リードのフォートエールズキックオフ、キッカーは2番の石井が務めます。広島大学出身。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。プレイルズアウトタッチバック、攻撃権はソウルバイキングス自陣25ヤードからに変わります。オフェンスはソウルバイキングスボールオン25。ソウルバイキングスファーストダウン10。さあホイッスルです。ソウルバイキングス、テイクタイムアウト、サードタイムアウト。ここでソウルバイキングス、前半最後のタイムアウトを行使しました。さあ、作戦を調整し終えて、これより試合再開となります。ゲームズでスタート。ランプレーとミドル、まずランプレーを投入しました。中央にランプレー、キャリア44、ゲイン2ヤード。カーメズライ、パスインコンプリート。バイキングストライズヘルメリーバットインコンプリート。ハスハムヘンド、ここで前半終了です。ここで前半の終了です。前半終了となりまして、リードデフォートエールズ20点、ソウルバイキングス0点となっております。前半戦を終えまして、これよりハーフタイムに入ります。さあこのハーフタイムでソウルとも
現状の打開点を図らんと作戦タイムに入ります。突破口を生み出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。そしてこのハーフタイムの間、観客の皆様を楽しむためにさまざまな企画が催されております。まずは武庫川女子大学などさまざまなチアリーグが合力して行いますハーフタイムパフォーマンスです。神戸学院大学チアリーダーによりますハーフタイムパフォーマンスです。皆様に元気、勇気、笑顔をお届けします。そして本日は1回生のステージデビューの日です。例年よりも早いデビューですが、私たちのキラキラスマイルやレベルアップしたスタンスにもご注目しお楽しみください。レッツゴービルダー。入れ替わりまして次のチアリーダーによるパフォーマンスです。
イムショーです。次が向川女子大学によるハーフタイムパフォーマンスです。向川女子大学バトンチアリーディング部が会場を盛り上げます。スタンツやダンスなど盛りだくさんの演技にご注目ください。それでは盛り上がっていきましょう。Thank you.
川女子大学、ハニービート、神戸女学院大学、ヴィーナスのチアリーダーの皆様に今一度大きな拍手をお送りください。関西学生チアリーダーによります華やかなハーフタイムパフォーマンスでした。それではただいまよりハーフタイムイベント抽選会を開催いたします。入場時にお渡しした番号札をご用意ください。さあそして入場者の方々にはこれより抽選会が行われます。背番号19番の方にお集まりください。それでは今回の大抽選会を始めさせていただきます。じゃあまず4等賞の抽選から。4等賞はスターバックスカード1500円の2枚です。それでは抽選を始めます。受賞がありました。おめでとうございます。では続いて三等賞の抽選を始めます。三等賞の景品は、さあ続きまして三等賞の抽選です。当選おられました。三等賞おめでとうございます。続いて二等賞の抽選を始めます。二等賞の景品はアマゾンギフト券5000円です。それでは抽選を始めます。二等賞当選者おられました。おめでとうございます。続いて特賞の抽選を始めます。特賞は子供向け商品で、景品はスプラトゥーンの水鉄砲3台です。当選です。おめでとうございます。続いての抽選を始めます。60万
ました。おめでとうございます。並んでいたのでしょうか。おめでとうございます。では最後に一等賞の抽選を始めます。一等賞の会員はミネラペアチケット。おめでとうございます。これで第1抽選会を終了します。後半の試合も楽しんでください。ありがとうございました。最後の一番大きな服を着てやりました。おめでとうございます。華やかなハーフタイムがハーフタイムのショーを終わりまして、これより後半戦再開の時を迎えます。前半戦を終えまして、地の利ありますエールズが3つの勝ち点を挙げまして、現在試合の主導権を握る形になって20対0という状況にあります。しかしソウルバイキングスも前半非常に好プレーが散見しておりまして、予断許さぬ状況をまだ感じる、そのような前半戦にありました。さあこのハーフタイムで双方ともその突破口を見出す策を見出す、見つけ出すことに成功したでしょうか。まもなくその答え合わせとなる後半戦再開となります。Thank you.
後半戦はリードルフォードエールズのキックオフで再開する形になります。さあソウバイキングスは何としてもこのリターンで突破口を見出したいところです。エールズキックオフキッカーは2番の石井です。広島大学出身。さあソーバーキングスリターン、ナイスタック。このリターンをエールズ7番見事仕留めまして、ソーバーキングス自陣20ヤードからの攻撃となります。見事なタックルをしましたがリードフォードエールズ7番の米津、京都教育大学出身。さあ攻撃はソーバーキングス、オフェンスソーバーキングス、ボールオンテリーパスアンテスへ、ボールオンソーリーボールオン19ソーバーキングスパスアンテ。Pass complete. Praise the light. Nice game, Foster.プレイコールズパス、プレイアクションパス、クォーターバック、ロングパス、キャッチズコンプリート、パスター、キャッチプレイヤーナンバーイズナンバーワン、チェン・ジョンフィ、ソーリー、ファン・ハクチョン、ファン・ハクチョン、ソーバーキングスファーサーアンテエネミー39。さあトラブル発生、トラブル、トラブル、ターンオーバープレイチョイスランバックファンブル、ボールロス、ターンオーバー、オフェンス、リーダーフォートエルツ。ここでバイキングスはランプレーでその攻撃を継続しようとしましたが、ここでボールをファンブル、ファンブルしたボールをそして抑えましたのはリーダーフォートエルツ、従いまして攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりましてリーダーフォートエルツに変わります。さあ相手陣入ったところですが惜しいプレーでした。エルツ自陣42ヤードからのファーストアンテ。さあまずランプレーを投入、何が34番左オープンつきまして約5ヤードから6ヤードゲインとしています。今日は34番の八木でした。エールズ自陣49ヤードからセカンドダウン4。成功、攻撃権更新、ファースト。クォーターバック4番右ロールアウトからワイドレシーバーにパスを通しまして攻撃権更新です。リードフォートエルズファースト、ここは確実に攻撃権更新果たしました。失礼しました、攻撃更新になっておりません。残り1ヤードありましてサードに変わります。失礼いたしました、攻撃権更新になっておりません。リードフォートエルズサードの残り1ヤード、
中央アナのプレー攻撃権更新ハッサン、ここは確実に中央へのランプレーで攻撃権更新としました。見事攻撃権更新果たしましたのは本日好調ランニングバック34番の八木です。近畿大学出身、リードフォートエールズ相手陣45ヤードからファーストダウン10。バイキングスナイスディフェンス、再びランプレー、今度は左オフタックルサイドをつきました。しかしこれはナイスタックル、ナンバー53ゲイン1ヤード。ヘルズセカンドダウン9、さあ判定どうか、審判団このプレーの判断をいたします。パス成功、しかしボールをファンブル。さあこれがキャッチした後のファンブルか、キャッチプレーが終了してからのファンブルか、プレー中のファンブルか。ジャッジエイツ、ここでプレイズファンブル、ターンオーバー、攻撃権はソウルバイキングス、リカバーイズバイキングス、エンドオフェンスソウルバイキングス、ターンオーバー。キャッチしました後にそのプレー中にボールをファンブルしました。エルズボールは当然生きています。それを抑えたバイキングスに攻撃権移ります。攻守交代、ターンオーバー。さあバイキングスディフェンスで見せまして攻撃権取り返します。ボールオン自陣29ヤードからソウルバイキングス、パスアンテン。パスインコンプリート。ターゲット8。パスインコンプリート。ダウン、セカンダー。ボールオン29。フォーバイキングス、セカンダーオン10。フォースイーガルフォーメーション、ペナルティーファイブヤード、ダウンセカンダー。ペナルティーはイレガルフォーメーションバイバイキングス、アンドファイブヤードペナルティー、ソーセカンダー、ソーバイキングス、セカンダー15。
ックここでランプレーを選択しましたバイキングス。しかしそれを仕留めましたのはエルズ2番、さらにロストを奪いましてサーダウンに変えます。見事タックルしましたのは2番の石、広島大学出身。ナイスパックオーバイディフェンスナンバー2石正樹アンレイスアサラン。So Vikings, Saran 15. Nice defense. ここでスクリーンパスを投じました。ディフェンスの裏をつくようにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図る23番へのパス。しかしこれをエールズ41番仕留めましてフォースダウンに変えます。ここでホイッスル。ナイスディフェンスバイナンバー11ショーマン。ナイスタックルしましたのは41番の小川です。桃山学院大学出身。ただいまのプレーで4ヤードのロス。ここでウォーターブレイクが入ります。フィールド内はウォーターサイマー途中です。本日大変暑くなっております。ご観戦の皆様も水分補給をお願いいたします。皆様もぜひ熱中症対策をお願いしたいと思います。会場内には本日ブース、フィールド内サイドライン側にブース、キッチンカーなどのブースが構えられております。ここではかき氷も売っております。ぜひ皆様こちらの方で熱中症対策等を講じていただければ幸いに思います。ネットでご観戦の方々もぜひおのおのにその熱中症に対策がされますようよろしくお願い申し上げます。さあウォーターブレイク解けました。ゲームズリスタート。ソウルバイキングスフォースダウン18パンプフォーメーション。ソウルバイキングスフォースダウン。このパントは自陣脱すると決ずことできずバイクス陣、バイクス陣35ヤード付近での攻守交代となります。リードエフォートエルズ相手陣35ヤードからファーストアンテン。しかしそのパスを取ったのはソウバイキングス47番47インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバーオフェンスソウバイキングス。インターセプトナンバー47シン・ヒョンフシン・ヒョンセル。So Vikings, ball on 31, first and 10. Run to the middle, carry at 33, but no gain, second. ディフェンスライン9番上本達也選手がタックル。
に留めています。The quarterback number 18 is single strike two, choose the quarterback number 1, Chonjo. Seoul Vikings, second down 9. Number 9, Yamato Taku. Seoul Vikings, second down.パス。ソウルバイキングスパス。プレイチョイスロングパス。ターゲット8。ナイスキャッチ。パス。18番イスンヨブ選手からワイドレシーバー8番。キャッチプレイヤーナンバー8。イジンボ。成功。15ヤード禁止バスターを獲得。ナイスパス。バイボラバスナンバー18。マッチョブ。2ナンバー8。ワイドレシーバーイジンボ。50ヤードゲイン。ボールオンハーフウェイ、バイキングスファーストダウン10。ソウルバイキングス50ヤードからファーストダウン10。レフェリーズホイッスル。ソウルバイキングス、テイクザタイムアウト。ファーストハーフ、ファーストタイムアウト。ファーストタイムアウト、バイソウルバイキングス。ソウバイキングス、ここで後半1回のタイムアウトを取り作戦を練ります。ゲームスタート。ソウルバイキングス、ボールオンハーフウェイ、ファーストダウン10。タイムアウトかけまして、ソウルバイキングス、ファーストダウン10。ランザライトサイド。キャリア44。ゲインフォーヤード。は5ヤード6 sorry gain 5 yard carry 44 hang jetter Seoul Vikings second down 5パスインコンプリート。パスインコンプリート。サラン。コーラバックサイズ、ゲートナンバー8、ライトシーバー、インフォーマー、エヴァスパスインコンプリート。ソウルバイキングス、サンダー。セオバイキングス、サラン、ファイブ。見事インターセプトを決めましたのは、7番の米津でした。
さあ攻撃権変わりまして、リードエフォートエールズファーストアンテン、ナイスディフェンス、プレイズオプション、キャリア34、バッタクル5、ゲインワンヤード、ナイスタックル、ソーバーキングスナンバー5、キム・ソンフ、2ヤードのゲインにとどめています。ソーバークルの分、1.5、サーリフォー・タカシ、バッタクル5、ナンバー5、キム・ソンフ、ナイスタックル。リードエフォート、リードエフォートエールズ、ボールオンハーフウェイからセカンドダウン9。パスインコンプリート。ここでプレイヤーはパスプレーでした。中央切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、このパス成功。ダウン、サーダン。エールズハーフウェイからサーダウン9。パス不成功。クォーターバック4番ディフェンスのプレッシャーかわしながら右オープンに展開してパスを投じましたが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。ペナルティー、ペナルティーズオフェンス、オフェンス、ペナルティーズオフェンス、背後への不正なブロック、ヒットザブラインドサイド、しかしこのペナルティーはディクライン、ディフェンスティーム、ペナルティーディクライン、フォースダウン。バイキングスリターン、ここでテイクオーバーオフェンス、バイキングソウルバイキングス、ソウルバイキングスオフェンス、It's got it about 25 yard line、 30 yard line、 So theさあ攻撃権変わりまして、ソウルバイキングスに攻撃変わります。オフェンス、ソウルバイキングス、ボールオン30ヤード、ファーストアンテン、ソウルバイキングス自身30ヤードよりファーストアンテン、ナッシュゲイン、ファッサー、ソウルバイキングズファッサー、フレンチョイス、ランフェイ、ラントゥーザリドル、キャリア44、ビッグゲイン、ファッサー、ナイスブロック、ナイスランキャリア44、ハンジェドナンバー44、ランニングはハンジェド、アンゲイン、70ヤードゲイン、ピザーフレッシュ、ファッサー、ソウファッサーでボールオン47、ソウバイキングズファッサーアンテン、パスインコンプリート、パスインコンプリート、パスは成功、
Plays long pass, but D cover nice, pass incomplete. Down second down. ここで第3クォーター終了です。The third quarter end. 第3クォーター終わりまして、双方攻守方向入れ替え、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。非常に高温多湿という厳しい環境の中、しかし両チーム素晴らしい熱戦を演じております。まさに日韓戦という称号にふさわしい戦いを演じております。ソウバイキングスも後半に入りまして突破口を見出すような素晴らしいランプレーが散見する状況になってまいりました。タッチダウンの期待を伺える状況ですが、しかしまだ至らず両者無得点で攻守方向入れ替え、これより第4クォーターに移ります。さあ残り時間10分の攻防で最終的にこの試合勝利の外貨を挙げるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。ソウバイキングセカンドダウン10。Pass incomplete. Play choice. Screen pass, but pass incomplete. Sada. しかしエールズ2番素晴らしい対応力でした。あわやインターセプトしそのままタッチダウン戦かという素晴らしいカバーでした。2番は石井です。広島大学出身。セオバイキングサラウンテン、パスインコンプリート。エールズ素晴らしいプレッシャーをかけました。クォーターバックなんとかパスを投げましたが、しかし浮いた球あわやインターセプトという状況でしたが、これは結果的にエールズ補給できずパス不成功、フォースダウンに変わります。セオバイキングスフォースダウン、セオバイキングスフォースダウン10、パンクフォーメーション。ここでトラブル発生したか、判定待ちます。幸いエールズが抑えておりましたので攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー、ここオフェンス、攻撃リードの方とエールズに変わります。さあエールズの攻撃となります。エールズ自陣14ヤードからファーストアンテン。さあまずランプレーを投入しました。中央突破を図りましてゲインは約2ヤードとなっています。22番山下
キャリアは22番の山下、摂南大学出身、そしてチームを設立しました代表でもあります。彼が起業と同時にこのチームを設立したことで、このリードヨーホートエールズの伝説は始まりました。リードヨーホートエールズセカンドダウン8、これはバイキングスナイスディフェンス。プレー選択はトスしての右オープンへのスイープレー。バックヘルバイキングスナイスパッシュノーゲインサーダーノーフェンスライトライトオープンバイナイスディフェンスバイバイキングスソーイスコンビワンヤンゲインスサーダーンサーダーダウン変更します。リーダーフォードエルズサーダーン7。ナイスディフェンス。ここでプレーアクションからクォーターバック4番パスを投じんと下がりましたが、この一瞬の隙をつきましてバイキングスディフェンスに殺到しまして、ナイスタックル、ロスタックル、エールズフォースダウン。コイノさんのメッセージありがとうございます。エールズブライトのメッセージと、そして韓国から熱いのが来てくださりありがとうございます。韓国チーム頑張ってくださいの両チームへのメッセージありがとうございます。さあリターンいった、果敢にリターンしました。バイキングス47ボールオンエネミー35オフェンス、ソウバイキングス。オフェンス、ソウバイキングス。ボールエネミー35。ソウバイキングスパスアウト。ランプレーキャリア44レフトサイド。しかしエールズ対応します。ノーゲインダウンセカンダーセオバイキングセカンダウン10。チャレンジスナップレーキャリア42コースライトサイドゲイン4ヤードキャリアナンバー42ナイスゲインセオバイキングサダン6。パスインコンプリート。プレーコールロングパス。ターゲットナンバーワン。バックパスインコンプリート。フォースター。パスインコンプリート。パスは成功。It was nice shot by quarterback number 18, but it was overthrown, so the pass incompleted. A fourth down six. And the time is 5 minutes and 45 seconds.プレイフォースダウンギャンブル。キュービーサーク。
プレーチョイスパス、しかしこれをエールズ5番がキュービーさん、パスを投じる前にしてみまして、この4回目の攻撃失敗としました。攻撃は変わりまして、テイクオーバー リードインフォートエールズに変わります。見事この状況をキュービーサックでしのぎましたのはリードインフォートエールズ5番に出ました、近畿大学出身チームキャプテンです。彼の奮起がリードインフォートエールズ存続となり X2 昇格につながりました。エールズ自陣39ヤードからの攻撃に変わります。リードの、リードエフォートエールズファーストアンテ、さあ左方向へのプレーピッチ受けました。34番、左オープン展開を図りまして約4ヤードのゲインです。ここでホイッスル、レフリーズホイッスル。インジェリータイムアウト、インジェリータイムアウト。エールズはかつて創部3年目で昇格できなければ敗部するという非常に強い公約を放った時期があります。入れ替え戦にはたどり着きましたが、しかし昇格はこの時にならず、そこでチームは途絶えかけました。それをしかし山下奮闘しまして、代表である山下を口説き存続させ、そしてついに X2 に昇格するチャンスを得て今季 X2 に挑みます。ひとたびついえかけたその思いをつなぎ止めまして、エールズ現在 X2 にあります。リードエフォートエールズ自陣44ヤードからセカンドダウン6、中央行ったファーサーキャリア20番ハンドオフ託されまして中央突破、一気に攻撃権更新を果たしまして、リードエフォートエールズファーサー見事攻撃権更新を果たしたのはチームの代表ナンバー22番の山下です。ここでウォーターブレイクが入ります。コインの差は高評価ボタンありがとうございます。ご覧いただいている方々にお願いございます。できる限り多くの方々にチャットメッセージ忌憚なくお願いいたします。これらのメッセージの多さが YouTube の他の方々へ斡旋するプログラムが働く一つの重要なキーになります。また同じく高評価ボタンも同じくその推薦をする際の重要なキーファクターになります。これらの試合をできる限り多くの方々にご覧いただけますよう何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。さあ試合再開となります。リードエフォートエールズ相手陣47ヤードからファーストアンテ、
しここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにどの段階で発生したでしょうか。ペナルティーズリターンチーム、バインサイドブロック、ペナルティーテンヤン、バッターノバー、インターセプトコンプリート、ターノバー、オフェンスイズセオバイキングス。パスインターセプトは成立しています。先ほどのプレー、リターン中に発生した反則です。リターンチームとなりましたセオバイキングスに背後からの不正なブロックがありました。この結果10ヤードバッタリとなります。しかしこれはインターセプト成立後の反則となりますので、インターセプトは有効となります。従いまして攻守交代です。ターンオーバー、見事そのインターセプトを決めましたのはソーベイキングスナンバー30パク・ギョンギュン。お越し様、観戦およびチャットラインのメッセージありがとうございます。お越しいただいてるんですね。また後ほどちょっとよろしければお声かけてくださいませ。そうですね、チャット欄へのメッセージを入れていただけること自体は非常にこれは他の方々にこの配信を斡旋する機能が働くという重要なキーファクターになります。なかなか現地観戦しながらは大変かと思いますが、ぜひご協力よろしくお願いいたします。さあ攻撃権変わりました。オフェンスセオバイキングス、ボールオンオン32ファーストアンテン。パスインコンプリート、パスインコンプリート、セオバイキングセカンダウン、セカンダウンテン。セオバイキングセカンダウンテン。Now to the middle. Carry 44. Gain 4 yards. 4 yards のゲイン。It was a nice move by number 44, Hanjiro. And for 4 yards gain. Carry 44, Hanjiro. Cell breaking, sudden 5.パスインコンプリート、パスインコンプリート、パスは成功、プレーコーロンパス、バッパスインコンプリート、フォースダウン。果敢にロングパスを完行しようとしましたが、ディフェンスのプレッシャーもありましてパスが伸びず不成功となっています。セオバイキングスフォースダウン。フォーメーション、パックフォーメーション。ヘンズリターン。前が空いている。振り切った。タッチダウン。パントリターン。
ンした際にリターンなせる番、相手ディフェンスをそのまま横切るように左オープン独走、そのカバーを振り切り一気にサイドライン駆け上がりました。どうぞ走り込んでタッチダウン、80ヤードほどリターンしタッチダウンを獲得、リードヤホートエールズ、リターナー01岸田のリターンによりましてタッチダウンを上げまして6点追加となっています。岸田龍谷大学出身です。このトライポイントは失敗となりまして6点止まります。しかしリードヤホートエールズ26点、セオバイキングス0点、エールズさらにタッチダウンでリードを広げる形となりました。しかし素晴らしいキックアントリターンタッチダウンでした。相手のカバーをすれ違うその一瞬タイミングつきまして岸田一気にリターンを敢行し、そして相手を置き去るようにサイドライン駆け上がりまして追加点となるパントリターンタッチダウンを決めまして、さらに差を広げております。さあセオバイキングスとしては何としてもタッチダウンを1本返したいところでしょう。リードフォートエルズのキックオフで試合再開となります。セオバイキングスリターナー42-97、バイキングスリターン。先ほど得点を挙げましたリトイフォークレッグのキックオフで試合が再開。リターナー42ボールオン39セオバイキングスファースト29ヤードよりファーストアウト。セオバイキングスボールオン29ファーストアウト。ここでソウルバーキングス後半2回のタイムアウトを取りました。勉強マセンチャーのメッセージありがとうございます。暑そうということは通り非常に高温という、フィールド上の体感だと思われます。湿度も非常に梅雨時ですのであるといった点でこの点が選手たちにもかなりの負担にはなっていると思います。しかし投手衰えないといったその奮闘を感じ受けます。さあその思い見どるでしょうか。セオバイキングスファーサーンテン、ランドザミル、ソウルバイキングスラニーバック44番キャリア42-44ゲインワイヤー No.44 ハンジェルクホイッスル、レフリーズホイッスル。インジュリータイムアウト、インジュリータイムアウト。天候面が非常に厳しいことは重々承知だと両チームは思います。しかし他国の選手と戦えるという貴重な機会でもあります。この一瞬一瞬を無駄にせんと両チーム奮闘しています。
さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。タイムアウト解けましてソウルバイキングセオバイキングセカンダウンナイン。Last catch number 8. Gain 50. Net gain 5 yards. Gain 6 yards. しかしペナルティ発生です。ペナルティ、イエローフラッグ。And injury timeout.先ほどのプレーオフェンスに反則がありました。ペナルティーズオフェンスブラインドブロック、背後からの不正なブロックです。しかしこの反則をエールズは取りません。プレーを成立させましてサードダウンに変えます。したがいまして先ほどの8番のキャッチ有効です。ナンバー8キャッチコンプリート。ナンバー8イ・ジンポン。現在フィールド上負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。ゲームスタート。サウバイキングサダウン4。レフリータイムアウトが出ましてソウルバイキングスタート。カウンターまで残り4ヤード。パスインコンプリート、パスインコンプリート。ターゲットナンバー8パスインコンプリート、フォーサー。Nice point by Borabas, but was completed. Attacked by defensive back number 8, Eugene. Cell backing, full stop.
ホースアンキャンプ。キュービーサー。パスを投じようとバイキング捕まえましたが、しかしこれを終えず9番が殺到しまして9秒差、結果的に4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守交代、攻撃権変わりましてリードフォートエルズに変わります。9秒差しましたのはエルズ、9番の梅本でした。近畿大学出身。エルズ相手陣30ヤードからファーストダウンテン。さあ左オープンエラープレー、34番相手タックル受けながらセカンドエフォートで約6ヤードのゲインとしています。ゲインは5ヤード。オフサイドバイタカシーナンバーザリフォー、キャリア34番はヤギです。エールズセカンドダウン5、ボールオン相手陣25ヤード。パス不成功、インコンプリート。クォーターバック4番ダブルアクションから右オープンに展開した7番にパスを投じましたが、これはバイキングスナイスパスカバー、パスインコンプリート、サードダウンに変わります。ここでインジェリータイムアウト、インジェリータイムアウト。ゲームリスタート、ゲームリスタート。リードエフォートエールズ相手陣25ヤードからサードダウン5。ナイスディフェンス、中央のランプレーを展開しようとしました。しかしここにバイキングス83 76、ナイスカバーフォースダウン、ナンバー76チョン・ソンジン、ナンバー83イ・サンヒョン。レフリーズホイッスル。
リーダーフォードエールズ後半1回目のタイムアウトを取りました。エルズフォースダウン5、プレー組みました。フォースダウンキャブ、ファースト成功、ファーストキャブ成功。ここでパスプレーを展開。クォーターバック4番、中央切れ込んだ11番にパスを通しました。攻撃権更新、リーダーフォードエルズファースト。見事このギャンブルシチュエーションのパスを投じました。クォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。取りましたのは11番井上、龍谷大学出身です。ここでエールズ前、後半2回目のタイムアウトを取りました。エールズ takes a time out、 セカンドタイムアウト。リードフォードエールズ後半2回目のチームタイムアウト。ゲームスタート。リードフォードエールズ相手陣14ヤードからファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック4番、右に流れながらパスを投じましたが、これはディフェンス、パスカットしまして不成功としています。ダウン変わりましてセカンダーに変わります。リードフォードエールズセカンダー。リードフォードエールズセカンドダウン10。試合時間残り59秒。パス成功。ワイドレシーバー34番パスを取りまして、そのまま外へで時計を止めます。ゲインは約3ヤード。まずここは時間を確保する短いパスを通しました。キャッチしたのは34番の八木。エールズサーダン7、ボーン相手陣10ヤード。試合時間残り52秒。パス不成功、パスインコンプリート。クォーターバック4番、右に流れてターゲットを探しましたが、ディフェンスプレッシャーありまして、パスを投げ捨て終了としました。フォースダウンに変わります。クォーターバックチョイス、スローアウェイ、フォースダウン。
エルスフォースダウン7。さあフォーメーション組んだ、プレーに入ります。フォースダウンギャンブル。パスインコンプリート。ここで選択したのはパスプレー、ターゲット11番。しかし そのパスオーバースロー。4回目のプレー失敗ですので、攻守交代となります。攻撃権変わりまして、ソウバイキングスに変わります。テイクオーバーオフェンス、ソウバイキングス。クロックタイム36。さあ攻撃権を取り返す形になりました、サヨバイキングス。残り時間36秒の攻撃に入ります。ボールオンは自陣10ヤード。ボールオン10ヤード、サヨバイキングスファーストアンテン。クロック36。8 イジェンポワイドレシーバー8番イ・ジルポル選手へのパスが成功。リードを駆け上がりファーストダウンを獲得。エンジェリータイムアウト、エンジェリータイムアウト。イ・ジンポルアバウライカーセッティアゲインアンロンゲインバーンズコラバックのピッダーのイジェリー。セオバイキングスまだ勝負は決めておりません。素晴らしいビッグプレーが出ました。さあエンドゾーンまで残り25ヤード、残り時間24秒でかけてこの距離を詰めます。タッチダウンなるでしょうか。ゲームスタート。セオバイキングスファーストアウトスパイク。クロックストップタイム19。セオバイキングスファーストアウト攻撃ボールスパイク。前パスを叩きつけまして、パス失敗とし時計を止めました。ダウン1つ失いますが、しかし残り時間19秒確保しています。セオバイキングスセカンドダウン10。交代、ここでクォーターバック一気にパスを投じたし
ました。しかしプレッシャーからパスをロス、スリップし、その方向性を失ったボールを取ったのはリードイフォートエース。インターセプトを24番決めまして、攻撃権を出し、攻守交代し、リードイフォートエースに攻撃変わります。見事インターセプトしまして、バイキングスの攻撃を断ちましたのは24番の小林でした。京都工芸繊維大学出身です。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトを取られています。タイムアウトを取りまして試合再開となります。ヘイルズファーストダウン10。2ダウン時計を回します。両者神田の時です。ここで試合時間なくなりました。試合終了です。試合終了となりまして、リードイフォートエルズ26点、サヨバイキングス0点、リードイフォートエルズの勝利としてこの一戦終わりました。しかし両チーム見劣らない素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。日韓親善試合、リードイフォートエルズ対ソウルバイキングスの試合は26対0でリードイフォートエルズが勝利いたしました。シャオバイキングス、残念ながらこの試合は敗戦という形になりました。しかし素晴らしいプレー3件ありました。これからのチームに非常に期待が持てる素晴らしいチームです。これからに期待したいと思います。ナイスファイト、シャオバイキングス。表彰式に移ります。
英語のコメント、非常にありがとうございますというメッセージですねいただけてますが、本日は実は、本来ならば、英語実況としまして、外国に精通しております元日本一のクォーターバックである川久保君に、英語の実況をしていただく予定でありました。しかし彼の語学力を考えますとできれば選手に直接そのエールメッセージをお送りしたいと思い急遽場内実況の方で川久保君に実況していただきました。彼の実況非常に素晴らしかったと思います。私の英語は残念ながら訳の伴わない非常に拙いものであったと思います。彼の代わりになったかどうか定かではありませんがしかしいくらかでも皆様のお耳に届きましたら幸いです。また川久保君の実況が叶いましたらこれからもぜひご注目ください。素晴らしい実況を川久保君披露してくれました。ありがとうございました。まずは本日午前中に開催されましたフラッグフットボール大会の表彰式を行います。さあまずはこの試合に先立ちまして行われておりました小中学生による小学生によりますフラッグフットボール大会の授賞式です。これからの将来をそしてオリンピックの代表を担うその金の卵たちの表彰式になります。豊中ブルーラムズです。グランド中央にお越しください。受賞おめでとうございます。そして優勝しました王子ドルフィンズの受賞です。優勝おめでとうございます。続いて MIP の発表です。そして先ほどの親善試合の MIP です。豊中ブルーラムズ高谷リラさんです。失礼しました、そのフラッグフットボールの MIP の受賞です。 MIP 受賞おめでとうございます。高谷美奈選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは最後に MVP の発表です。 MVP は王子ドルフィンズ野村優斗選手です。そして MVP は王子ドルフィンズの野村優斗選手です。画像を乱れましたが受賞おめでとうございます。
して WBP グループプレゼンツ日韓親善試合勝利チームへトロフィーの授与が行われます。そして先ほどの日韓親善試合の勝利チームに勝利トロフィーが授与されます。中央へお願いいたします。勝利チームのリードエフォトエールズ山下キャプテンに勝利トロフィーが贈られます。勝利おめでとうございます。皆様大きな拍手をお送りください。続きまして MIP 賞の発表です。MIP 賞を受賞するのはナンバー47シン・ヒョンソル選手。 MIP ソウバイキングスナンバー47シン・ヒョンソル。次に MIP 賞を受賞するのはリードエフォートエールズ0番岸田です。岸田選手おめでとうございます。非常に厳しい暑さの中でありますが、両チーム素晴らしい奮闘を見せていただける見事な祭典となりました。日韓両チームのアメリカンフットボールに対する思いが非常に募りました見事な一戦でした。両チーム、そしてこの試合をご覧いただいた皆さん方大変ありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の舞台としてこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせていくのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、
行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして X リーグは、春の公式日程戦を全て終了する格好となります。各チームはこれから、鍛錬検査の夏に入り、そしてそれを乗り越え再び試練激闘の秋に挑みます。その果てに本会の地となる場所を手に入れるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景楽しみとしつつ本日の配信終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は、今回の日韓親善試合実行委員会の皆さんの許可を得まして実現いたしました。その協力助力に、かつての、高校日本一のクォーターバックであった川久保君にも協力いただきました。非常に多くの方々のご支援ありましてこの配信になりいたしました。またチャットでのメッセージありがとうございました。私の励みになります。両チーム、そしてこれからのアメリカンフットボールの大きな足しになるという感じを受けました。機会叶いましたらまた配信でさせていただきます。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。お疲れ様です。